ニコーンに安心乗る。リリー少尉、大丈夫なんですか？俺は彼女マリーダ・クルスの声を確かに聞いた。リリーさん、この光、あれ、ユニコーンガンダム、どうなってるの？ RX ゼロは人の心に反応するし、どうということはない。両足は硬い。足が取れると確かにジオングっぽい。あれはヒクルムブースターだよ。それで機動力を取れられるといいんだけど。ネオジオングにとってブースターなど飾りにすぎる。これからだ。人の層にも薄渡るこの私が君たちを祝って。あれはどういうことだ？両腕を破壊したと思ったら、背中にもまだ4本腕がついてるの？まだまだ戦いはこれからだよ。フロンタ、一体何を？この春ユニットには強烈な武装がまだ隠されてる。油断しないで。大丈夫、力を合わせれば乗り切れます。まだ向かってくる。俺はいたな。行くぞ。あ、みんな背中の輪っかから生じるエネルギー波に触れないようにして。戦力を奪うという意志により兵装が使えなくなるぞ。ゴッドガンダムみたいになってるけど、あれはサイコシャード発生機、サイコフレームの奇跡もまた繰り返った。